ようこそ30秒5種目です。プランクの姿勢でヒップを左右交互に床につくギリギリまで下ろします。5、4、3、2、1、はい、OK です。ハイプランクの姿勢で左右交互に膝を肘に近づけます。5、4、3、2、1、OK です。ヒップの下を意識して左右交互に足を上げていきます。5、4、3、2、1、はい、OK です。ヒップを高く上げて三角ピラミッドを作りましょう。5、4、3、2、1、はい、OK です。ラストはハイプランクの姿勢で膝を外、内とウエストを絞っていきましょう。5、4、3、2、1、フィニッシュ。はい、お疲れ様でした。続けていくうちに意識するべきポイントが自分の体で分かってくるはずです。クールダウンして筋肉を固めないようにしてくださいね。それではまた。